次はロッカーのセッティングをします。今年取ってました。ユニフォームは基本白でつけてます。で緑色は2つずつ配るんですけど、緑色はもう個人で着てくる移動着とかをかけるように2個かけます。ぴったり。この箱には何が入ってるんですか？ユニフォームとユニフォームのソックスとユニフォームのパンツ、ただ一式ですね。一式が入ってます。まあ選手の違いとしたら、長袖よく着る選手は長袖が一番上にあるし、半袖着る人は半袖が一番上にあるし、あとカットソックス履く人はカットソックスが入ってるし、ロング履く人はロングが入ってるって。基本的には着る人は把握して、でも試合によってやっぱ半袖長袖違うんで、置いてる置き方としては前回の試合着たやつを上に置いてます。基本的に維新の場合はこうなってるんで、サイドにあるんで、手前にスタメンの選手、奥にサブの選手という形で置いてます。ただポジションはやっぱ近い選手を置いて、試合のハーフタイムとかで話せるようにっていうのは心がけてます。はい。ユニフォームのかけ方のじゃあこだわりをしてください。シワなく見やすく、あとはマーク、スポンサーと J リーグのマーク見えるように、あとは入ってきた時に自分の番号が見えるように、まあ、ロッカー見つける割にもなるんで。だから背中向きなんですね。そうっす、背中向きにしてます。選手のロッカー並べる補色とかをもうロッカーのものを準備します。飴、ガム、教えてください。この黄金糖っていう、この黄金糖とか、あとこの金のミルクシリーズはめっちゃ人気です。みんなもうスタジアムから入ってきたらすぐみんなバーって、まあ、大体試合が終わったらもうこの半分ぐらいには減ってて、あのさっき言ったこの金のミルクとかはほんとすぐなくなっちゃいますね。まあ、選手それぞれですけど、来てあのアップが始まるまでの間、自分でアップしてるときに食べてる選手もいますし、あのキーパーの関健太郎さんだとかは本当前半始まる前、試合行く前とか後半行く前に一つこう口に入れて行ったりしてます。本当選手によって違いますね。あとはガムとか、あとは塩分チャージとか、あとアーモンドで、あの大塚製薬さんのカロリーメイトゼリー。次は俺もあとペンとか並べる袋作る。これちょっと地味なこだわりです。シャンプーの前にボディソープ後ろにする。なんで？僕は頭から洗うんでこっちにします。あなたの問題ですか？あの皆さんどっちから洗いますか？僕は頭から洗うんで、一応こっちに手前先にこうやってできるように、はい、で、こうしてで、こうやってまたここでこうやってこうやってやってこうだと、頭から洗う人はちょっとまた明日スタジアムに来て準備します。お疲れ様です。